NMR 管、無色透明のサンプル溶液が入っている NMR 管は、各磁気共鳴分工法において、サンプルを入れるのに使うガラス製の管である。一般な NMR 管の直径は 5mm で、あるが、10mm と 3mm のものも市販されている。NMR 管がぐらつくことなく、一定速度で回転するよう、ガラスは、金星の取れた一様な、 厚さになっていることが重要である。左から、炎で閉じたもの、セプタム、ポリエチレン製キャップで閉じた、NMR 管普通、少量のサンプルを適当な溶媒に溶かして、測定を行う。1HNMR では CD、CDCL3 のような重水素化された溶媒を、使い、溶液は、NMR 管に4から5センチメートルの高さに入れる。 タンパク質の NMR では 90%H2O、10%D2O の混合溶媒を使って行う。溶けにくいサンプルは超音波攪拌器や超音波、洗浄機を使うなどして溶解させ、溶解しなかった個体はセライトなどの露過剤で露過して取り除いておく。出来上がったサンプルはパスツールピペットなどを使って直接 NMR 管に流し込む。 NMR 缶は普通ポリエチレン製キャップで封をするが、炎でガラスを溶かして閉じたり、テフロン製のシュレンク管クや小さいゴム製のセプタムで栓をしたりもする。また、溶媒の蒸発を防ぐためにキャップの周りにパラフィルムを巻くこともある。NMR 缶に汚水を入れて残留した有機化合物を落としている。NMR 缶クリーナー。1、NMR 缶。 2. 汚れ。3.NMR 缶キャップ。4.NMR 缶キャップが真空密封を作る。5. 洗浄缶は NMR 缶の中に収まる。6. 洗浄液を貯蔵する管。7. 洗浄液。8. アスピレーターへ接続。9. 使用済み洗浄液。NMR 缶はその穴の細さのため、洗浄するのが困難である。洗浄は、はじめに、 同じ溶媒でゆすぎ洗いする。ジクロロメタンは、一般的な NMR の溶媒であるクロロホルムと、極性が近く、またアセトンは、大抵の有機化合物を溶かし込むため、ジクロロメタンとアセトンを洗浄に使える。超音波や、パイプクリーナーでの擦り洗いによって、固体の汚染物質を落としても良い。黄水、または、ピラニア溶液の酸化剤での洗浄が必要になる、こともある。 クロム酸溶液は、管内に残留した常磁性クロムが、NMR 測定に干渉するため使うことはできない。NMR 管が綺麗になったら、蒸留水とアセトンで3回すすぎ、空気乾燥、または低温でオーブン乾燥させる。危険な酸化剤を使う洗浄法に代わって、サズの NMR 管クリーナーが市販されている。これは、アスピレーターと組み合わせて、 NMR 管の中を溶液、または洗浄液が勢いよく流れるようにした装置である。NMR 管1の底を上にして装置にセットすると洗浄液を貯蔵する管につながった看護が NMR 管の中に入る。キャップは外側の管に乗り音、アスピレーターで引くことによって減圧状態ができる。すると洗浄液7が勢いよく NMR 管の中を流れて、排出吸される。NMR-010 Proper Cleaning Procedures for NMR Sample Tubes.Willumard 2008年6月27日閲覧。ありがとうございます。